はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。では夏目倒したので、関宿か、あー危ねえじゃない、ダメだった。関宿向かいます。はい、ということで関宿着きました。いや、ポケセン行って、いやー、いいか、いや、行くか。はい、じゃあまずね、チーム倒しまーす。はい、ドン、あ、ドン。気になる。まだ覚えないでしょう。では強戦、あれ、強戦いきます。パッパッパー、コアッパーごときがなんとか肩払いたい、肩払いたい。普段使いで使いたいな。急に明日から使ってみようかな。それマジ肩払いたい。どうですか、マジウケるじゃなくて。効果抜群。ベトベトンねー。はい、あ、いいよ、半分いけばよかった。全然あ、すいません、鼻がちょっと。はい、どうかす、いいね、今日は余裕ですね。まあ、やっぱアナホルだとターンがかかるのがだるいな。またアドガスかわいい。後ろのやつの顔めっちゃかわいいな、なんか。ああ耐えるよね。プラスパワー使ってないもんね。よし、危ねえ。危なんだ。まだ覚えない。え？こんな覚えないの？荷物いっぱいかも。やべ。いや、毒毒はね、多分使うんですよ、これ。もらいときます。はい。毒毒ね。ずる技ね。はい、じゃあサファリパーク行って波乗りもらって怪力取って、あー、でもアイテム、まあいいや。はい、終わりでーす。ポケモンは取れませんでした。はい、ということで秘伝が揃ったのでグレーン向かいます。はい、ということで秘密の鍵取ったので、カツラのところ行きます。着きました。ということで、倒します。もうただ穴を掘るだけだからな、これは。で、でん、でん。カツラさん。はい。あ、でもなんかレベルが拮抗してきたな。あ、出た。あの、カツラの HP 満タンなのに、いい薬使う現象ね。これほんと謎だよな。はい、あ、いいね。こっからは無理か。どうせ一撃無理なんで切り裂くから入ろうかな。うわっ、てかこれなら切り裂く2発でいいじゃん。じゃあ、のしかかりの方が良かったね。はい。うわ、なんか思ったより与えない。どう？あー、いけ、いけじゃねえわ。はい、45レベル。
そろそろ解放者。え覚えねんかい。はい、ということで、カツラ倒しました。特殊上がると。あ、大文字。解放者より先に大文字だね。大文字いる？大文字。はい、じゃあ、行きます。あの、このままだとなぁ、ちょっと四天王勝てない気がするんですけど、どうですかね。まあ、いっか。とりあえず、今この、榊から。はい。でーんでーんでーん。エリトレ。サイフォンね。あれ、穴を掘る抜群？岩タイプあるっけ？あ、いいね。ああ。うわ、だる技。いや、結局この後も穴を掘るしかやる技がないんだよな。火炎放射欲しいんだが。いや、次のゴーリキーとかに必要だな。覚えとこうか。はい。はい。はい。鳴き声。はい。大文字覚えました。てんてんてん。キングオブカラテ。はい。カラテカさんね。こいつのためだけに覚えたようなもんだね。行きましょう。大文字。倒すんじゃない？いいね。急所。ワンリキはいいか。あ、微妙に倒してないんだ。うん。ゴリキー、はい。あー、これが嫌なんだよな。大文字は火炎放射を覚えたら消します。いいよ。どっせい。さっきよりレベル低いと一撃印刷食らう可能性あるけど大丈夫かい？でん、でん、でん。はい、さばき。サイホンね。あれ、今、なんかサイホンの鳴き声、リザードンと一緒じゃなかった？気のせい。いいね。ラグトリ。いやー、いや、当倍か、ミスった。あー、やばい。あー、まあ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 。はい。ダグトリオより早いんだね。あー、火炎放射。はい。大文字バイバイ。のしかかりの方が良かったかな。微妙ですよね。はい。ああ、ちょっとやだね。はい。ニドキングね。まあ、火炎放射入りでいいや。あ、毒針、優しい。あ、でもあれか。サイドンの地震とか耐えねえな、多分。大丈夫かな？ 50 レベルだし。怖っ。あ、これ、なんかバカなことしたな、だいぶ。はい。いや、なんか、まひったらいいなとか思ってやっちゃったんですけど。あ、よかったー。危ねえ。アホでよかったー。
負けてたわ。はい、勝ちました。47レベル。お、全部3桁になったね。グリーンバッジ。うん。はい、地割れ。うん。地割れは強いわ。はい。ということで、ライバルも倒しちゃおっかな。はい。では、ライバル戦いきます。勝てるかな？ちょっとしんどくなってきましたよね。はい。ててててれれれれれれれって。いいからいいから。勝負勝負。残業。うん。いや、強いな。これはね、渋い戦いになりそうだ。よし、いいよ。解放者強いよな。サイフォン。うん。尻尾フラ受けたくない。よし、まだマシ。怖っ。うん。ガーディ。穴を掘ります。もう花だからずっと穴掘ってんな。たまたま。あ、たまたまついに草タイプと相まみえる時が来た。よし。倒した。フーディンね。でも関係ない。これ考えると切り裂くあった方がいいのか。強えな。あれ倒せないじゃん。よし。いいね。で、カメックスね。これは麻痺狙いでいきたいね。よし。耐える？はい。いや、微妙か。無理か。はい。はい。結局急所受けたらな。ハイドロポンプでやれちゃうしな。ダメージを与えてこなかったね。サイフォン。はい。傷薬出た。ここここのライバル絶対おかしいよな。傷薬使ってくるんですよ、このレベルで。まあ、めちゃくちゃケチな可能性はあるけどね。あんな金持ち風なのにめちゃくちゃケチでね、傷薬使ってたらウケるわ。フーディ。うん。ああ。よし、狙ってたこれ。よ、まあ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 。うわ、始まった。うわ、始まった。うぜー、急所。
本当にうざい。しびれろ。うわ。しびれ待ちなとこあんな、これ。いやー、本当にうざいぞ。お金もないのにな。あー、いい。カメックスどうしますか。結局急所だったら負けちゃうからな。やっぱ麻痺狙いだよね、とりあえずは。あ、でもこれはラッキーだぞ。倒しに行こう。アホがおる。殻にこもるって水タイプの技だもんね。よし。勝ちました。なんかよくわかんないけど。はい。体ほぐれたって。あー、バイオ、かわいいな、あいつほんと。よし。ということで、はい。今回はね、このあたりで終わりたいと思います。時間は、2時間39分。まあ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 。はい。じゃあね、次回四天王を倒して、最終回ということで、よかったら次回もお願いします。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。